赤間の正体を見よ、昭和6年1931年建国改編。とある民族による世界征服の成功。これは、ロシア革命を調査したものによる報告である。1、黄金を独占すること、その黄金により、あらゆるものを購入することができる。筆者中、他の民族は、昭和6年1931年当時ですでに、 ロンドン及びニューヨークの世界二大取引場、その勢力下に置き、世界における黄金の3分の2と、世界の財産の4分の3を集中に収めている。2、印刷物を占有すること、その手段によって、他のすべての民族や国家を堕落させ、馬鹿とかし、かつ騒乱を弱気させることができる。筆者中、他の民族は、やはり、すでに、世界における新聞、 雑誌その他の言論機関の9割を手中に収め、今や世界の世論を左右し、世界の思想界を完全に支配するに至った。しかも、それにより、社会情乱の危険思想をまいている。3. 自由思想、会議、壊滅の目的をもって戒めを破るということを、他の全ての民族、国民に植え付けること、反宗教連など。 4、他の宗教・宗派の僧侶に対する攻撃心を煽り、弱気すること。そして、その僧侶、抗争に、嘲笑、誹謗ならびに、疑惑をかけて、権威や威厳を失墜させること。5、他宗教の学者を、宗教学校の教授にはさせないこと。6、寺院所有の財産を没収すること、すなわち、優れた我々の集中に収めることで、我々に対する報酬となすこと。 7. 家族主義を破壊すること。8. 玉座の守護、愛国心の養成所である軍隊を廃滅すること。9. 軍隊未来の人民中に軍備反対の念をますます扇動して勃興させること。10。他のすべての民族のため、国債や司債の募集を容易にすること、すなわち彼らを堕落させるには便利な罠である。11。取引所を盛んにすること。これにより、 他のすべての民族や国民を陶器に引き入れ、その財産を大資本家である我々の手中に移すことができる。十二、他のすべての民族や国民の不動産所有の姿を破壊し、すべての土地を我々の実質的所有にすること。筆者中、鶴見の米人石油会社の貯蔵所の何十万坪について、名義のみ日本人であるが、事実上かの民族のものとなっている。 13。主工業・家庭内工業を大資本の我々の製造工場を持って置き換えること。14。我々民族は貿易及び等企業を確実に掌握しなければならない。また、農業及び存落経済を我が焼酎に握ること。とりわけ、酒精、穀物類、油類、絹の貿易及び等企業を確実に保持すること。十五、我々民族のために。 ああららゆゆるるる国国々ののにつく道を開き各国家の立法者ととして加わること16。我々民族に反対する法律を廃滅することとりわけ我々民族を利する法律を制定させること。17。我々民族は古来より旧敵である異教徒の財産健康および生命を我らの手中に握るため医者および弁護士の職に就くこと。 18。他のすべての民族や国民の中に労働階級の発達を図ること。19。あらゆる不平、あらゆる革命を支援すること。これすなわち、我らが資本を増大し、我々民族の究極目的に接近させることである。20. 世界に波動しつつある社会運動を指導すること。そして、我々民族については、必ず保守主義を堅固に維持すること。 以上を実行したら、他のすべての民族、国民は、全時我々民族の奴隷となるだろう。そして、この世界征服の目的を達するためには、おのずから、貧困者の運命の改善を過程としておるところの社会運動者の味方であると詐称することが必要である。実際においては、我々は、世論の推移の支配と掌握に努めなければならない。また、我々民族は、 この目的を達する可能な程度において労働階級を保護しなければならない。このようにしていけば我々は我々の希望通りに民衆を大敗させたり生きり立たせたりすることができる。我々民族は革命のために武器として民衆を利用する。これらの革命があるごとに我々の事業である世界征服は超速に近づき、 我らの全地上の目的は迅速に成し遂げられる。